さあ今から晩ご飯行くで。うん。牛カルビです。牛カルビはい。で豚バラ。はい。じゃ豚もでこちらから鶏もです。はい。わかりました。すごいね。ちょっと美味しい。あら。美味しい。どう。うん。いかまたん大丈夫だよ。これ。うん。まい。いくで。まい。はい。じゃあいただきまーす。このねアルコール飲んだらねプール入れないということでちょっとノンアルにしました。まあ後でビール買ってね飲みますわ。どうだい。エビは抜いて、ママ、これとかは抜く？これとか抜く？抜いたね。よし。これ肉、これ豚肉。やっぱさ、うん、うまい。高速でさ、あの動画見てるよかった。カレーやね。カレーやね。うん。うまい。うん。おいしいです。おいしいですか？はちゃんも食べた。みんなここに来てほしい。みんなここに来てほしい。マジで。出てる？はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。めちゃめちゃ美味しかったです。もう最後のね、沖縄そばでのね、焼きそばがもうめちゃめちゃ絶品でした。美味しかった。よし。青森すごいね、お酒もね、良さありますね。あ、チューハイシロップか。へぇね、オリオンもあるよね。あ、いいね。ハイボールもあるし。えい、おお、すごいな、おしゃれやね、しかし、ね、うん、これギリギリ深い、はい、おお、ねえ、こっちもいいね。やばちゃん、プールどうでしたか？めっちゃ楽しくて、泳げるやつあるわ。朝だって言っちゃったね。テスト取れてる？大丈夫大丈夫。わ、うんこ。さあ、プール上がりましてね、あと下のコンビニで買い物して今、部屋戻ってきました。もうバッタバタでお部屋の紹介もろくにできなかったですけど、今からお風呂入ります。こんな感じでちょっと見てみましょう。ここに電話とデポット、これはコーヒーマシンかな。でこのアイスボックスで、ここを開けるとお茶コップ、何これ、ユーズドティーバッグ、あ、なるほど。でここが冷蔵庫、はい、こんな感じでございます。で、ここにね、まあ、ハンガーがあったり、セーフティーボックスかな、セーフティーボックスがあって、ドライヤーがあって、ここはこんなに、あ、そうか、ナイトウェア入ってました、ここにね。でランドリーバッグが入ってると。
ちょっとこうなんか変わってるね、作りがね、なんかこれし、あ、これ閉まるようになってね、多分ね、こうね、というような感じのツインのルームになってます。はい、もうみんなね、お風呂までちょっとゆっくりしております。まあ、私もね、あのオリオンビール買ってきたんでね、これを今飲むか風呂入ってから飲むかどうしようかな。僕が今前からゲットのさ、全部コマンドでやってるから。おはようございます。沖縄旅行2日目の朝でございます。ただいま朝の8時。じゃあ今からですね、チェックアウトして今日の目的地へ行こうと思います。おお、今日結構いい天気だな。でも YouTube でそれ載せてないやろ。うん、綺麗。そうやね、晴れてるね。まあ雨は降らないやろね。飛ぶやつのさ、海にさ、泳ぐ。そうそう。よく寝ましたか。うん、え、うん、寝た。よく寝た。あ、そう。さあ、忘れ物ないかな。忘れ物大丈夫。大丈夫やな。だからすぐに僕も来た。よし。よし、じゃあありがとうございました。行きましょう。はい、一泊目ホテルから出ます。よし。わ、暑いな。もうあとそんな。チーズ。ね、ホテルもね、全然ご案内できなかったんですけど、そこにね、ファミマあるんですよね。なんでも非常に便利。うん、ホテルの中にね、コンビニあるんで非常に便利でした。さあ行きましょう。さあて、じゃあまず朝ごはん食べに行きましょう。車のね、ご案内全然できなかったんですけど、今回はね、ビッツをね、借りることができました。もう至って普通やね。はい、こんな感じでございます。はい、うん、全然車の案内もできなかったからね。で、成功か。よし、じゃあ行きましょう。うわ、めっちゃ曇ってるわ。はい、今日の朝ごはん一発目、A&W、じゃあのおもろ店ね、に行きました。めちゃめちゃ曇ってます。はい、朝食予定だった A&W がね、なんと急遽ね、閉まっているということが分かりまして、今近くのね、セブンイレブンに行きました。まあ今日はここでね、まあ今から朝ごはん食べて、でそこから恩納村の方にね、向かいたいと思います。